それでは次にですね、パラメーターの変更手順についてやっていきたいと思いますけれども、今日はサニーボーイを使用してパラメーターの変更を行いますが、操作手順そのものはトライパワーであっても全く同じであるというふうに捉えておいてください。今ですね、サニーボーイでパラメータの変更を行うためには、直流、それから、交流、この両方が、引火されていないと、設定値、パラメータですね、パラメータの変更は、できないということになります。このパラメータの変更というのはですね、非常に重要な作業になります。このパラメータの変更をね、誤ってしまうとですね、本来意図していなかった動きをパワーコンディショナーが取ることによって送電事故などにつながるということになってしまうわけですので、しっかり電力さんとのね、協議をしていただいて、でそこで、指示のあった、パラメーターの数値に、必ず現場でも、間違いなく、変更をしてあげなければいけないということになりますので、その辺のところの確認は しっかり行いながら操作を、していただきたいと思います。では、始めていきますけれども、先ほど申し上げた、ましたように直流と交流の両方が引火されていなければいけないということなので、今この ESS は、挿入された状態ですね、になっています。でこれが差し込まれることによって直流が引火されている。それから、連携板のブレーカーを、オンにすることによって、交流もここへ引火された状態になっています。したがって、ここのディスプレイをですね、ちょっと叩くとですね、このようにディスプレイのバックライトがね、有効になる状態になります。で、設定値の変更に関してはここにある、ごめんなさい、ロータリースイッチの A と B ですね、この2つを使って、行っていきます。で A でパラメーターの項目を選択する、それから B で数値を変更するというような手順になります。それではちょっとこのロータリースイッチ A にですね、やはりこの先端幅が 2.5 ミリのドライバーを使ってですね、ちょっとこのロータリースイッチ A を回していきます。これですね、これは右へ回しても左へ回してもどちらでも構わないんですが、今これを回すことによって、ここの項目がですね、次々に変わっていきます。電力さんがよく変更を求めてくるのがこの、有効で電力、制御機能、それから、この無効電力制御機能になります。でデフォルトではですね、この有効電力制御機能は 110V、それから無効電力制御機能、これは 109V で、制定されております。この辺のところを例えば、電力さんが有効電力制御機能を、110からですね、例えば109に変えてください。それから無効電力制御機能を109から、108に変えてくださいというような指示がありますので、この辺のところをしっかり間違えないようにヒアリングをね行っていただきたいと思います。で今じゃあ110となっているものを109に変えるためには、今度はロータリースイッチ B でですね、ロータリースイッチ B を回すことによって数値を 0.5 ボルト刻みで変更していくことができます。で今ここを109にしました。でこれで上書き完了というわけではないんですね。ここのディスプレイ上にですね、上書きが完了した旨のメッセージは出ません。
じゃあ、どのようにして上書きされたのかの確認なんですが、次の項目をロータリースイッチ A で選んだ、この瞬間に、上書きがされています。で、今無効電力制御機能に回しましたので、また有効電力制御機能に戻します。そうすると先ほど110だったものを109にしましたけれども、ここで109V という形で出ておりますので、上書きされたという確認がここで取れるわけですね。まずロータリースイッチ B で数値を変える、それからロータリースイッチ A で次の項目を選んだ瞬間に数値が上書きされたという形になります。それからもう一つの上書きのタイミングとしては、このまま例えば数値を変更しましたよと、でこのまま今画面がね、最初の立ち上がる前の画面に変わりましたけれども、まあこれが通常の運転画面なんですが、30秒ほど何もしないまま、このままね、30秒ほど何もしないまま置いておくと、この画面に、通常の運転画面に切り替わるわけです。で、この瞬間に、上書きされたというのが、2つ目のタイミングになります。だからロータリースイッチ A を回して、上書きさせる、あるいは、何もしないで、そのまま30秒ほど放置しておくと、画面が切り替わることによって上書きされましたということが分かると、この2つのタイミングがあるということを覚えておいてください。それからですね、もう一つの静停値項目として出力制御限度値というのがあります。でこれもデフォルトで 0% になっているんですけれども、この 0% のままですとね、例えば電圧上昇抑制が働いたときに、パワーコンディショナーの出力が0になってしまうということになってしまいます。したがって、まあ、この辺も電力さんとの協議結果には、協議内容によるんですけどね、ここの出力制御限度値を 50% 程度に変更したいんだけれども問題はないでしょうかというようなことで電力さんとの協議の中でですね、確認をしてください。で電力さんの方で問題がないよということであれば、ここの0の値をですね、ロータリースイッチ B を使って、ここは 10% 刻みで変わることができます。まあ 50% に変更をしていただければと思います。でこうしておけばですね、電圧上昇抑制が働いても 50% は出力がを出すことができるということになりますので、まあ発電に関してもね、逆潮流できない割合が半分で抑えられるということになりますので、ね、まあ、この辺のところ、協議を電力さんと間違いなくしていただきたいと思います。それから、そのようにして、全ての静停値の変更が終了した後にですね、最後に忘れずに、行っていただきたい作業があります。でそれは、ロータリースイッチ A を使って運転モードというモードをね、ここへ表示させます。はい、でこの運転モード、デフォルトでは停止となっています。で、これが停止のままですと、カウントダウン、300秒のカウントダウン、これが始まる要件が揃わないんですね。したがってここが停止のままだといつまでたっても連携が始まらないということになりますので、ここを必ず停止になっているものをロータリースイッチ B を使って、今停止に戻しましたけど、ロータリースイッチ B を使って MPP という表示をね、必ずここへさせてください。
で、これが MPP になっていないと、300秒のカウントダウンが始まる要件が揃わないということになります。だからこれを忘れずに行ってください。で、このようにして、すべての、パラメータの変更が終了したらですね、この ESS をこのようにね、引き抜いて直流を遮断して、しまっても、この中のですね、今変更した制定値そのものは、ちゃんと保存されていますので、全く問題はありません。で、MPP の表示をしたまま、300秒置いておくとね、勝手に、連携が始まってしまいますので、それは、勝手にね、連携しては大変なことになりますので、このように ESS を引き抜いてですね、パワコンが、起動しないような状態にしていただく。で、それから、酸素ブレーカー、ごめんなさい、連携盤の中のブレーカーですね、それをオフにして交流も遮断していただくというような、形で作業を行っていただければと思います。で、この制定値の変更作業をするときのみがですね、このように直流も交流も両方が引火された状態で、かつ非常に充電部での近接した作業ということになるので、やはりこのような、ね、形で万が一に備えてグローブなどをつけた状態で、作業を行っていただきたいということになります。